次のページ。日本における近代、選挙制度の選挙制度、参政権の歴史をちょっと語る。今年18歳選挙権が始まるでしょ。そのことをちょっと意識しながら、主権者の主権者であるとどういうことかっていう話をするのは今日の主眼です。ですから参政権の話をしようとしています。近代選挙制度ない。近代選挙制度ってわざと言ってるのは江戸時代に選挙制度があったからです。江戸時代にしっかり選挙制度ありました。一番分かりいい例は江戸の町の中ではいろいろな役人を選ぶのでみんな選挙やってたんです。ただし八幡熊さんにありませんでした。あるのはですね、やっぱ修造さん持ってる人です。だから町人はみんな持ってましたよ選挙で。全部文字通り秘密投票で選んでたんですよ。しかもそれはちゃんとした権力を持ってた 人たちを選んでたんだよ。だからね、そういう制度を持ってたから江戸時代って270年近くも続いたんですよね。安定してなことなしに続くわけないんですよ。皆さん世界史の年表見れば分かりますけど、ヨーロッパやなんかにずっとあの期間戦争やってますよね。江戸時代の平和って何かって言うと、我々ね研究する価値があるんです、実は。で1868年に明治維新がなるものが起きましたね。その時に五箇条の御誓文っていうのが出たことを知ってますか。五箇条の御誓文、ん、忘れた、覚えてるけどよく分かんない。態度はっきりしてほしい。何か心抜けすべし。なんかうるさいやつはやめようって言ってね。よし、今こういうの出ましたね。公論によって決定する。諸侯会議を起こし、万機公論に決すべきというのは楽しい。諸侯というのは大名のすべてのね、ことでそれぞれの大名と全員で、ね、会議を起こして、公の論によって国会社会の方向を決めるべきだと言ったんです。これはすごいことですよ。これはね、議会主義の宣言です。議会制民主主義の宣言。独裁政治を排除した。明治維新の持っている思想的段階というのはほとんど皆さんこれもあんまり確信しないんですけど、実は重大なことだ。明治維新を起こした人たちはそれなりのものをもちろん持ってたということですよ。で、まあ、ずっとあるんですよ。どん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 いきますね。1881年明治14年に植木江守の憲法案が現れます。実は、1875年明治8年に立憲政体の御事の律を作られ、議会をやがて改正するぞということを明快にしたんです。そして、憲法を立てて議会を改正するということを天皇の言葉で言ったということです。その前に、板垣退助たちの憲白書で自由民権運動が始まる。それに応える形だったんです。翌年です。そして1881年に改めて国会開設の勅意というのを出される。この年に植木江守の憲法です。実はその憲法を新たに作るっていうことに合わせて、民間で、自主的な憲法案が数多く書かれます。今発見されたけど百何十っていう、すごいでしょ。当時の人たちは憲法案書いたんだよ、ちゃんと自分たちで。皆さん憲法案書ける？どうするつもりかの国社会を。自分の手で憲法案書けますか？自分の手で憲法案書けた時に主権者になれるんです。だって自分この主権者っていうのは自分この国の支配者ってことなんだから、どういうふうにこの国を動かすかってことプランできないのは支配なんかできませんよ。
と思いませんか。だからね、実はね、憲法案を書いて本気のこと言ってんだよ。そういう学習が本当にやったらいいんです。私ならこういう憲法とか、ね、で、わーっとこういろいろありまして、そういった時植木なの、今考えられている民主的な角度から言って植木憲法案が一番レベル高いと私なんかもそう思ってます、ね、地方自治制度など全部あります。それで、大日本帝国憲法は1889年に作られました。発布されました。その前年、地方自治制度が敷かれます。つまり、地方自治制度は憲法条項事項じゃなかったと。国の都合で敷いたんです。なぜかならば、自由民権運動で最後には秩父事件やなんかに続々と進みましたからね。地方自治、つまり地域社会を統率できなければ国家体制維持できないと考えたから、憲法を発布する前に地方制度を確立しなきゃならないということになったということですね。一応制限選挙であるけれども、選挙制度を市政町村制によって作りました。で、1889年明治22年に帝国議会が開設される。それに先立って選挙を行います。25歳以上男子、15円以上の納税者っていうんです。15円以上ってどれぐらいって分かんないでしょ。だからそれはもう考えないで、なんですが、それどれぐらいのもんだったかっていうと、25歳以上男子の100人に1人が選挙権なんです。 1% だからこれ超エリートです。だから投票に行くのに紋付き羽織袴で行きました。本当の話だよ。俺は救いだぞって、そういうことだ。らそれが死刑者ってことなんだよ。これから投票に行くときにはちゃんとした服装って言ってくださいね。もっと重そうな気持ちでいかないと。そして1890年、その翌年に集会及び政治法、政治的結社法というのが作られました。これが弾圧法の最初の形です。女子未成年者の政治活動への参加禁止、政治活動への参加禁止ってなかなかピンとこないと思うかもしれませんけども、街頭演説を聞いてると逮捕したんです、女性が。もちろん政治グループなんか作ることはできませんでした。政治集会に参加することはもちろんできませんでした、ね、今日も女性と思われる人たちが参加しておりますので、申し上げますけど、こうした知識が実にないですよ、ね、今のね、女性参政権というのはどんな血の滲む努力によって勝ち取られたか全然考えなくなって、どれぐらい奥のが検索され、ね、ひどい目にあったかっていうことは全然語られなくなってですね。実はそんなもんじゃないです。だからこの年表では、ね、女性についてのそれをざっと特別に書き出しておいたんです。なかなかそういう話を聞くチャンスないだろうなと思ったんで、で、まあざっときまして、細かいことは一遍省いて、1925年に至って、大正14年に至って男子25歳以上による全てのものに選挙権、これは普通選挙と呼ばれるものですね。男子普通選挙と呼ばれるものです。そしてさらに次のページで完全普通選挙というものが行われた。1945年一般的に完全普通選挙と呼んでいるものですね。1945年女性を含む20歳以上の普通選挙、完全普通選挙と呼んでいるものがこの時あります。そこで2つの注釈をつけて、改めて女性の問題を言いますと、1900年、ちょうど1900年、明治33年というところをちょっと見ていただけますか。その一番右側のところに、03年、1903年に平民社結成って書いてありますね。酒井俊彦なんかによって作られた結社です。この結社の新聞が作られるんですが、平民新聞で作られるんですが、ここの論調で初めて、
女性参政権を公然と打ち出します。実は女性参政権近代において最初に明確に歌ったのはここですね。だから丸50句にしてあるんです。以下丸50句はそういうものです。でもその前に1900年治安警察法を公布して、学校教員学生政党女子未成年者の政治結社政治集会への参加禁止を改めて集会日聖者法をさらに強化したんです、ね、そして1910年平塚らい長たちの政党者という結社を作ります。政党者、政党ってね、今この青は使いませんから、政党って雑誌を出す。政党ってどういうのか知ってる？青い靴下って意味です。これ靴下。当時世界をリード、女性運動をリードしたイギリスのブルーストッキングスという団体でした。この女性たちは青い靴下を履くことを目印にして、青い靴下というのは実はね、青い靴下は女性に履いてはいけなかったんです。風習的に。それに反抗した青い靴下を履いて売って出たんですね。それを見ていて、会長たちはこれだ、青い靴下だ、なかなかやるもんでしょ、ね、で、この政党の第1号に会長が有名な観光の言葉を書きましたね。その書き出しが原始実に女性は太陽であったという書き出しですね。だから今は月であるんですよ。男たちに照らされて男たちの身の回りにあるなっている月だったと書きました。これで良いはずがないと。何ページにもわたる創刊ですよ。この時ね、平塚らい長26歳でした。売っていてたんですよ。この創刊号の関東に詩を書いてきたのが与謝野晶子です。与謝野晶子は山の動くとき来たると書き出したの。この詩、山の動くとき来た、そうはいえと人割を信じに来た、山の動くときが来た、そうは言っても人は私を信じないだろう、だが古来山は動いていた、噴火し激動して動いていたんだ、でもまあそれはいいと。しかしこのことは人々を信じなさい。今や女性が立ち上がって動き出したのである。こういう書き出しの詩を関東に寄せたんです。そして自分はこれ以後詩をでしか物を書かない。何かって言ったら、私はこう思う、私はこう行動する、私は私はって書き出しの文章しか書かないって感じだったんです。あ、ごめんなさい、ちょっと主人に相談していかないとしますっていうのはなしと。今すぐすごいでしょこの覚悟。これは何回発売禁止されたか分かりません。発見直後じゃひるみませんでしたね。お日様っていうNHK の朝ドラになったでしょ、お日様って。見た？お日様。見た人と見ない人と私は区別してるんですけどね。あれは実はね、政党発刊100年記念してるんです。だからお日様なんです。原始実に女性は太陽であった、だからお日様。主人公の名前陽子だったでしょ、実はそうなんですよ。宣伝戦後になって女性がどう生きたかっていうことを改めて取り上げようっていう。だからあの朝ドラの練習はね、覚悟を決めてます。今やってる朝ドラもすごいですよ。暮らしの手帳の発刊者ね、女性がなぜ女性の自分自身を見つめる能力をどのようにして蓄えたかっていうことを描いてるわけですよね。 NHK ダメなだけじゃないんだよ。時々はいいことやるんだよ。褒めなきゃダメですよ。文句は言ってないんだ。
込めなきゃね、中で浮いちゃうんだよ、真面目な人たちがね。視聴者からだってこんなにたくさん支えられてるってなると彼らは守れるんだよ。新聞も全部そうですよ。私日本ジャーナリスト会議とその一員の中で言いますけど、みんなジャーナリストに文句言うけどね、全然ちゃんと褒めないじゃん。なんでですか。褒めなきゃダメですよ、力関係なのね。これ本当に真面目な視点ですよ。すぐ文句だけ言う人に言うけど、はい次。そういう人だんだんまた頭に来て別の話になっちゃうやめます。そして1919年女性団体連合の組織で私婦人協会というのが作られるんです。それまで女性の運動はバラバラだったんですけど、それじゃ1920年に発開します。これは頑張りました、この団体は。でついに1922年治安警察を開設させて女子の政治集会の参加を解禁します。ここまではやったんです。ところが1925年に男子25歳以上の普通選挙になった時に女性を外されました。その時女性たちは何と言って戦ったと思いますか。これがなかなかやるなと私ね、いつもこれを思うと笑っちゃうんですけど、楽しいんですけどね。男子25歳以上の選挙は普通選挙を詰めて不選挙になるんですね。普通選挙不選ね、それで彼女たちがその女性たちの団体に出したポスター、スローガン、ポスター立ったんだよ。なんて言ったかってね、こういうの書いて、不正なければ不正なしね。すごいでしょ、やったって感じするでしょ。しかも楽しいじゃん。今だけの親父が真っ青だよ。ほら不正なきゃ不正なしポスターってダーッと立ったんです。そしてね、実はね、成果が出るんですから。どうになったかって言ったらね、ね、その下の方に書いてある。1930年、婦人公民権法案っていうのがね、衆議院を通過するんです。これ何者だったかっていうと、国政選挙は無理だが、市町村、都道府県などの選挙権与えていいじゃないかってなって、これ衆議院通過したんだよ。しかし貴族院がこれを妨げるんです。平塚来庁もそうですが、市川夫妻とか奥無名夫とかという人たちが本当に弾圧に次ぐ弾圧の中を戦い抜いたんだよね。え、私たちはね、気になってそういうことを学ばないといけないと思います。で、1945年ね、敗戦になって新たな選挙法が作られます。女性を含む20歳以上の普通選挙、3ページの真ん中のちょっと上、完全普通選挙普通選挙のものです。これはもう、それで翌年にこの完全普通選挙による衆議院の選挙が行われます。実は今年はね、女性参政権の70周年なんです。女性の選挙権施行70周年なんです。普通算数計算するとそうなるんです。そういう意識ありました？女性と思われる皆さん、本当はね、真面目に言うと近代におけるね、女性参政権の学習会が日本中で行われるべきなんですよ。どのようにして自分たちの手にいることができるようになったのか、そう思いませんかね。よく与えられたものだとか押し付けられたものだといろんなことを説明する人いますが、少なくとも女性参政権については戦いとったもんですね。またきちんとしましょう。
それでしかし絶対許せないことがあるんです。この1945年のいわゆる完全普通選挙の実施をプログラムした法律において沖縄県民の参政権を奪いました。選挙権以後1972年に返還あるまで沖縄県民は一切選挙権なし。米軍下の琉球立法院とかあるいは市町村の選挙権はあったんですよ。だけどそんなものは以外に決まってるわけでしょ。アメリカ軍の下で沖縄県民選挙権全然なかったんだよ。憲法決定した時にも関わってませんよ。沖縄県民はサンフランシスコ条約も日米安保条約も自衛隊法も全部沖縄県民関係ありません。全く責任ないですもん。しかしああいう規制をつけられてるんですよ。誰がそれを許してるんですか。我々でしょ。本土の主権者じゃないんですか。沖縄の問題っていうのはね、もっとそうした角度からしっかり歴史的にも認識し直さないと。よく沖縄で独立論が出てきたりなんかするのなんか違和感持つ人いますから、当たり前なんですよ。もともと明治政府は琉球王国、琉球王国ってのは独立した国でした。当時の琉球王国ってのはアメリカとの修好条約をちゃんと結んで独立国として国際的に認められてた国家だったんですよ。それをいわゆる琉球諸民というようなやり方で植民地化して試合を始めたんですよ。で本当ならば独立運動があって全然変じゃないです。植民地なんだ歴史的に。そして今別の形の植民地化されてるでしょ。だから独立運動は変でも何でもなくて当たり前で出てくるのは、しかし多くの人々の中に日本国憲法の持っている優れた点をむしろ生かして沖縄をどうするかを考えるべきだって意見ももちろんあるわけです。そうしたことも事実においてきちんと考えないと沖縄問題は何やってるんだかわからないですね。だから私は沖縄についても50何年前から付き合いがこのままほっといちゃないのかって20何年前少女暴行事件の前の前の年から沖縄に入って直接ねいろんな活動をすることしたんですけど、このままじゃダメだと私自身もダメだと思ってねずっと続けてるわけですが、お分かりいただきましたか。事柄は本当はどう展開してきたのか。その沖縄でさっき言ったように自衛隊基地の反対からなんかみんな立ち上がってるんですよ、ね、それを本土から派遣された警察がバンバン叩いてるわけですよ。で金がばらまかれて沖縄振興基金っていうのはわーっと、国税使ってやってるって格好になってますよね。でもあれですよ、ほとんど公共事業なんかに使われてますが、その公共事業のほとんどは再生建設は竹中とかなんとかってみんな本土の資本が出かけていってみんな利益として持ち帰ってるんだよ。一番低い計算でも沖縄振興基金の 65% は本土の資本が持ち帰ってるっていう計算があるんだよ。今のねこの子だから我々の国がねどうなってるかってことについて知らない方が楽です、はっきり言うと。こういう話はだけどね真面目に知る義務が主権者としてあるんです。そう思いませんか、ね、では沖縄振興基金どんな積んだって沖縄県民豊かになりませんよ。全部本土資本の代表も仕返ってるんだから。はい、次は18歳選挙権です。